お疲れ様でございます。本日、令和6年、2024年4月1日ですけどもね、まあ、4月の暗号通貨業界もちょっと軽く漁っておきましょうか。はい、まずは時価総額なんですけども、424兆円ということでね、だいたいね、420兆円超えたら結構高値をつけてるなってとこなんですよ。で、400兆円割ったら仕入れ時って感じですかね。全体的にはそんな感じになってますので、こちらのグラフを見ていただきたいと思います。で、現在、コイン月光で取り扱っているコインの総数が13,538とだいぶ増えました。で、交換業者の数も1032ということで、これはね、微増ですよね。少しずつ増えてますね。で、交換業者っていうのは廃業するところもありますので、増えちゃあ減り、増えちゃあ減りで、徐々に上がっていってるってことで、もうすでに、業者の数、1000業者は割らないようになってると思います。さあ、そしてビットコインの占有率がやっぱりね、強いですね。全体の50%を占めていて、その次にイーサリアムが続くって形になってます。はい。で、価格の方を洗ってみますけども、ビットコインは1000万をもうね、しっかりと固く堅持してますかね。で、イーサリアムも50万以下をつけることはもうなくなってきてます。で、ソラナも値上がりしたりとかね。XRP は100円に行かずとも100円近くにいつもいるっていうところで、で、カルダノも同じような形になっていてね。XRP とカルダノっていうのはね、値動きっていうのが似てるようになってきましたね。で、10位内に入ってるコインはここまでなんですけども、次、追い上げてきた柴犬コイン。1月の段階で0.0014円以下なら買いだよっていうことで、もうすでにその金額にはね、ずいぶん長いことはなってません。もうどちらかというと0.005円ということでね、3倍から4倍の価格を安定してつけているということなんで、1月に仕入れた方っていうのは大きく含み益を取っていることだと思います。途中でね、利確を今日はしてくださいよっていうところで、元金は確保していただいたんで、今後の含み益っていうのは全部、純利益になると思います。で、全部損失したところで元金は回収しますんで、もう損はないよってことなんでね、あとはゆっくりと柴犬の利益を楽しんでいただければと思います。ここで、必要なのは、不用意に追加投入をしないことですよね。高値掴みと同じ効果を出しちゃいますんで、平均取得単価を上げるだけですから。ただ、いつまで待てるのか、いくらまで待てるのかってところによっても、投入のタイミングって変わってきてますんで。まあ私はあくまでもね、柴犬で、まあ1億円ぐらい稼げるんだったら、柴犬に投資してもいいかなっていうね。まあそんな観点でお送りしますけども、少なくとも1000万ですよね。じゃあ0.0014円以下で買った人が1000万儲けると思ったら、どこまで価格を待たなくちゃいけないか。そうですね。柴犬コインイコール1円になった時がそのぐらいだと思います。まあ正確には計算してみないといけないんですけども、だいたいね、柴犬コインって1円になったら、まあ私の目論見はそこで終了かなっていうふうに考えています。あとは投入金額をね、ご自身の懐事情に合わせて、まあ1万円前後でいいんじゃないかなと思いますけども、人によっては1000円とかね、人によっては10万とかね。1月にこの話をした時には100万円をね、投じた方がいて、まあ、儲かりました、ありがとうございます、みたいな感じでね、メッセージを何件かいただきましたけども、まあ、私のおかげではありませんので、私はね、柴犬コインを皮切りに暗号通貨に興味を持っていただこうと思って、まあ、柴犬コインっていう比較的ね、目立ってるんだけども、リスクの少ないものをちょっとチョイスしただけですんでね。まあ、でも、選ぶセンスって相変わらずあるなと、私ね、自画自賛するわけですけども、柴犬コインね、良かったでしょ。はい。あとはね、特に見るところありません。で、4月のおすすめコインは特にありませんので、まあ、気軽に向き合っていただければと思います。こうやってね、紹介するコインがない時もありますから、無理やり出したところでね、まあ、私のモチベーションがないコインを紹介しても、すぐに話題に上らなくなっちゃいますから。ね。白サイコインっていうのもね、いいタイミングで、離脱ができたんじゃないかなと思いますし、それから GX チェーンはどうでした？ね、それぞれ投入した金額と、あと、利確のタイミングっていうのがあると思いますけども、まだね、GX チェーン持たれてる方っていうのは、値上がりするタイミングっていうのがね、定期的に来ますんで、利益を確保していただきたいと思います。じゃあ今日はそんなところですかね。はい、今月もよろしくお願いします。